ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。簡単に言えば、各自それぞれ違う材料を用意し、一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が。面白そうだろ。もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。どれどれ。鬼やばな絶運の唐辛子、超しょっぱいハム、無評花の数え、なんか恐ろしい鍋になりそうだ。お腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さようなら。全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよ。でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。もう想像するだけでもう。ごめんなさい。もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば綾香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり。